西宮市内区間与道川大橋阪神国道は国道2号の内大阪府大阪市から兵庫県神戸市に至る区間の通称である。成立は大正時代末期に旧道に対する振動として建設されたバイパス道路でその時の事業名阪神国道改築工事がその後も通称として定着した。並行する第二阪神国道の開通後は 第一阪神国道の位から一国と呼称される。1926年春工当時の情報1926年12月25日、開通時の向こう大橋大阪より神戸に至る、いわゆる阪神間の国道は、1885年2月24日に内務省国時代6号国道表により、国道26号として初めて指定された。その後、 1920年4月1日に道路法に基づく路線認定が施行され、国道2号として指定されるが、この頃大戦景気を発端とした阪神工業地帯の勃興や、それに伴う都市部への人口急増により、短い距離で大阪と神戸の大都市に挟まれた阪神地域の陸上交通は、急激にその重要性を高めていた。 それにもかかわらず当時の阪神地域の国道2号は、かつての田舎道の沿線がそのまま市街地化したため、福音が2軒程度しかない、曲がりくねった、京愛路で、特に大阪市西淀川区姫島町、大和田町、甘崎市、本町通り、西宮市今津町、向こ郡本城村沖はすでに市街化しており、京愛屈曲,曲著,著しいものだった。 中でも天ヶ崎市内の区間では多くの歩行者、自転車や行き交う馬車が入り乱れ、その中に入った自動車は抜け出すことすら困難な様相だった。また前線にわたり、鉄道や軌道との平面交差が6カ所存在し、これも円滑な交通を阻害する要因であった。近年は国道2号に指定されていることから二国と呼ばれることが多い。二国は本来、 第二阪神国道の通称であるが、こちらも国道43号から取った43という通称に置き換わりつつある。なお、第二阪神国道が開通するまでの通称は、坂国であった。ありがとうございます。